神様、これから語ります私の口の言葉、心の思いをどうぞあなたの御心へと導いてください。どうぞお座りください。クリスマスおめでとうございます。今年も無事にクリスマスを迎えることができたことを嬉しく思います。今年、嬉しく思うと同時にですね、イエス誕生を素直に喜ぶことがなかなか難しいなと、そう感じるクリスマスでもあります。2020年そして2021年、この2年間のクリスマスはコロナ禍で迎えたクリスマスでした。ですからさまざまな制約がありましたし、今もそういう意味ではコロナ禍にあって注意を払いながら礼拝を捧げています。でもこれでやっと4年経って、4年、出会をしたりですね、いろんなことができるようになった、やっとそういう4年目を迎えた、クリスマスですけれども、去年はウクライナ戦争によってまさかの国連の常任理事国であるロシアがですね、武力によって主権国家への侵略戦争を行うっていう、本当に異常な状況の中で、ロシアのキリスト教であるロシア正教会、その国家の側についてあの戦争を正当化しました。ですから私たちがつながっている世界キリスト教協議会、キリスト教の世界のつながりのある協議会というのがあるんですが、そこでロシア正教会の行動というのを容認することはできないということで、その協議会から除名をしました。そして今もまだ戦争が続いていて、多くの人々の命が日々奪われていく。そして今年本当に4年目、コロナから明けてって言っていいんでしょうか、やっとお祝いのクリスマスになるかなと思ったら、ウクライナの戦争はまだ続いている。そしてイエス誕生の地、イエスが生まれた場所、そのイスラエル・パレスチナにおいて戦争が起きました。イエスが誕生したと言われているベツレヘム、そのベツレヘムの地に立っている教会があるんですね。聖誕教会、イエスが生まれたのを記念してそこに建てたという教会なんですけども、そこではクリスマスに関する祝祭的行事の一切を取りやめるという発表を1週間以上前にしていました。イスラエル行ったことないんですけども、テレビで見る限り例年だと街中がイルミネーションで飾られるんですね。で今日はもう本当にクリスマスイブですから、打ち上げ花火が上がったり、世界中から、巡礼という名のもとに観光に訪れてきて、もう本当に賑やかなクリスマスを、聖地イスラエルでは迎えているんですね。でもパレスチナの非人道的状況に連帯するということで、今年は一切それをしない静かな祈りのクリスマスを迎えています。そのパレスチナの地も多くの命が今日もまだ奪われ失われています。イエスの誕生、今私たちは清しこの夜を歌いましたけども、サイレントナイトで歌われるように、静かで人知れず、しかしその誕生を知った当時の王ヘロデ王によって、もう生まれながらに命を狙われるという、生と死が隣り合わせの中、イエスはこの世界に生まれてきました。当時イエスが生まれたその地、その土地というのはローマの支配下にあったんですね。ローマの支配下にあって、貧困そして差別、持つ者と持たざる者の格差があって、そして支配する者と支配される者、そういう世界でした。また聖書には異邦人という言葉が出てきますけども、異邦人に象徴されるように人を区別して排除する、そういう社会でもありました。これら差別、貧困、そして排除の世界に対して、イエスがこの世界に神のことを使わされ、そして差別や貧困に対しては救いの手をイエスは差し伸べていきます。そして排除された者にはそこに自ら足を運んで寄り添い、共に歩む姿が聖書にはいくつも記されています。1970年代まで中東では中東戦争が行われていました。
まあ、私は当然知らないわけですね。で、中東戦争当時、その当時のエルサレムの様子も全く知りません。ですから、第二次世界大戦後1970年頃までのその中東戦争の間、私たちの当時の日本の教会がどういう思いでクリスマスを迎えていたのかは当然わからないんですけども、今この日々戦争状態の中でたくさんの赤ちゃんたちが、まあ、当然ですけれども毎日生まれているんですね。そしてその命がいつ奪われてしまうかわからない、そういう状態の中でお母さんたちは命を懸けて子供を今産んでいます。まあ、パレスチナに至ってはライフラインがまともに機能していない中で多くの子供たちが生まれてきています。そして悲しいことに奪われていってしまった命というのもたくさんあります。このイエスが生まれたベツレヘム、ここにはいくつも教会があるんですけども、ルーテルの教会では、まあ、今私たちここにあのクリスマスクリブを飾っていますけれども、このクリスマスクリブ、今年は瓦礫の中に埋まっている赤ちゃんイエスという形でその表現をしていました。コンクリートの瓦礫の中に埋もれている赤ちゃんイエスというのを飾って、戦争状態の中でパレスチナで生まれ、そして瓦礫の中にいる赤ちゃんに幼子イエスを見るんだ、そういうふうにルーテル教会の牧師は語っていました。で、今日の、ニュースではですね、ベツレヘム その聖誕教会、ここではあの実物大のクリスマスクリブが飾られてたんですけども、あの有刺鉄線で囲まれた中にある瓦礫の中でマリアが幼子イエスを抱いているクリスマスクリブが飾られていました。最初に話したようにお祝いの雰囲気ではないんですね。そこに私たちがあのニューヨークの 9.11 の時のあのニュースを見た時のように、多くの人がその瓦礫の中でイエスを抱いているマリアの前にろうそくを持って集まり、そしてろうそくを捧げて祈りを捧げる、そういうこうニュースが流れていました。これが今日私たちが迎えるクリスマスイブのイエス誕生の物語です。私たちが聖書をもとに、まあ、いくつも尾ひれ葉ひれが実際にはついているんですけども、まあ、理解しているイエス誕生の物語、私たちはあのイエス誕生物語というのは、お腹を抱えたマリア、そしてヨセフが、泊まる場所もなく、なんとかお願いして見つかったやっとの場所が馬小屋だった。その馬小屋で出産をし、その赤ん坊を貝場桶、家畜が食べる貝場を入れるその貝場桶に寝かせたんだ。そして、まあ、とても大変な状況だったんだけれども、天使と神様に守られていた、まあ、そういうふうにおよそ私たちは理解しています。ベツレヘムにある聖誕教会、あの今の話を聞くとですね、馬小屋のあったところに教会が建ったんじゃないかと思うんですけども、この聖誕教会は、まあ、イエス誕生は洞窟の中だったとい こう話もあって、その理解のもと、その洞窟の上に建てられている教会なんですね。あの聖誕物語、いろんなあの西洋絵画を見るとですね、馬小屋で生まれているイエスの絵もあれば、まあ、洞窟の中で生まれたイエスの絵というのもたくさんあるんですけども、まあ、その聖誕教会というのは洞窟の上に建っている教会、まあ、どちらにしてもですね、私たちの生活環境を考えると、まあ、イエスの誕生の物語も十分に命がけであって、母子ともに健康でいられたというのは本当にこうすごい出来事だったと思います。今私たちがイエス誕生の喜びをこう祝うクリスマスイブ、イエス誕生の物語に思いを寄せるとき、平和じゃない土地で生まれてくる小さな命っていうのは、本当にルーテルの牧師さんが言うようにイエスの誕生と重なってきます。イエスの誕生によってこの世界は大きく変わりました。変わったと、そういうふうにこう信じたい。イエスの誕生によって何が変わったかといえば、疑いや憎しみは何も解決しないということをイエスはその人生によって表してきました。
ウクライナとかパレスチナで起きている戦争、また世界各地で起きている紛争というのは疑い、そして憎しみの連鎖によって引き起こされています。私たち一人一人の人間関係も同じように憎しみとか疑い、そして妬み、そねみから差別、利己心、そして排除へと徐々に向かっていってしまう。武力による戦いというのは必ず憎しみを生むんですね。そしてその憎しみがやがて疑いに変わり、再びまた戦いが始まってしまう。人間も同じで、人間関係も一緒で、差別や利己心、そして排除をしていくと、それがやがて成功体験になり、何度も同じことを繰り返してしまうという、こう負の連鎖に陥ってしまいます。まあ、これは私たちの持っている心の思いっていうのは、まあ、拭えない、こう私たちの持っているこう人間の差がというか、もしくは業なのかもしれない。その私たちの持っている他者に対する攻撃性というのは、神に向くことをせずに人に向いてしまうという、いわゆる私たちキリスト教が理解している罪の状態と言えるでしょう。その私たちの心の思いというのを、幼子イエスの誕生によって、イエスの人生を通して神の方に向いて生きていることを、改めて神様が私たちに示してくださった出来事が、今日のイエス誕生の喜びの意味でしょう。イエスは憎しみや疑いは何も解決しない、神に信頼しなさい、イエスはその命を奪われようとも相手に対して憐れみを持って受け止めなさい、その名はインマヌエル、神は我々と共におられるという意味ですけれども、その名はインマヌエルということを私たちにイエスは示してくださいました。イエスと共に生きることを通して、私たちはイエスの教えである隣人を愛する、隣人を愛する、そういう喜びのうちに日々の信仰生活を送っていきたいと思います。改めてイエス誕生後、降誕日を迎えたこと、おめでとうございます。